こんにちは。さて、皆さんの身近に存在しながら、その扱いには様々な専門知識が必要なもの、そう、不動産です。この番組では日頃皆さんが感じる不動産に関する疑問に分かりやすくお答えしていきます。コメンテーターは不動産コンサルタント会社株式会社 CF ネッツ代表の倉橋さんと、東京本社プロパティマネジメント事業部マネージャーの上牧さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回も CF ネッツ鎌倉本店からお送りしていきます。この番組は豊かな未来のコンサルティング CF ネッツの提供でお送りします。今回も皆さんからたくさんの質問が寄せられています。その中から今回はこちらのご質問です。神奈川県鎌倉市にお住まいのペンネームシェソーマうまかったさんからの質問です。築10年の2世帯住宅に住んでいます。今年の秋、2LDK の1世帯に住んでいた兄が仕事の都合で家を4年間空けることになりました。その間どなたかに貸したいと考えていますが、やはり仲介してもらった方がいいのでしょうか。ちなみに知人が借りたいと言っているのですが、家賃などはどのように設定すればよいでしょうか、というご質問ですが、こちらいかがでしょうか。まずシェソーマの件なんだけどね、はい、多分来てくれたんだね、この人 ね、 そうですね。これで想像はちょっと困ったけどさまずね、僕思うんだけど、その人に貸すっていうね、はい、ことっていうのはビジネスなわけじゃん、うんうん、それでね、これおおむね皆さん失敗するんだけど、はい、たまたま自分が持ってる物件が空いちゃったから、はい、友達に貸すってすごく簡単に考えるんだけど、うん、うまくいってる時はいいんだけど、うまくいかなくなったら面倒くさいっていうのと、おおむねうまくいかないっていうこと、トラブルが起きやすいってことでしょうか。で例えばね、借り主側は家賃を安くしてあげて、うん、借りているにもかかわらず、はい、要するにお金を払うことによって正当なねサービスを受けようとするわけ、うん、例えば親戚でも、例えばエアコンが壊れたとか、はい、何か不注意で物を壊しちゃったとかいう時でも、何でもかんでもねオーナーさんの方に請求してみたりとかすることあるし、はい、あと問題はさ、家賃滞納する場合もあるじゃん、はい、そういう時言いにくいっていうこと、あと問題はお兄さん帰ってくるってことあるじゃん、はい、だからお兄さんが帰ってくることを前提とすれば、まあ、法律的に言うとね、定期借家契約ってあるわけ、最初から決まっている期間限定の契約なんですよ。要するにその契約が更新できないことを前提とした契約なので、うん、それはちょっと今日上町の方で、はい、詳しい事情はちょっとご説明させていただきたいと思います、はい、分かりました。よろしくお願いします、はい。今お話しいただいた内容すべてなんですけれども、はい、まあ、今回の場合4年後にお兄さんが戻ってこられる、はい、ということなので、今のお話のように定期借家契約というものをお勧めします、はい、でこの定期借家契約というのは期間を自由に定めることができるということと、あと契約期間が満了した段階で契約を解除することができますので、例えばお兄さんが4年後に戻られる時期を契約期間満了日として定めておけば、はい、まあ、お兄さんも自由戻ってくるのはスムースになると思います、うん、トラブルなく4年後に契約を解除できるということですよね、はい、お金に困らない人生設計、不動産投資成功の方程式、その他多くの著書。 CF ネッツの不動産コンサルタントは国際ライセンス CPM 取得者のほか、多くの資格と実績を積んだ経験豊富なスペシャリストです。人生を成功に結びつけるには不動産の戦略的活用が必要です。幅広い分野の専門家が皆様のニーズにお答えいたします。手数料は不動産会社と一緒です。不動産のことなら何でも CF ネッツにお任せください。そういった意味も込めて、そのやはり管理は管理業者に頼んだ方がいい、はい、ということなんですが、はい、その際にこう何か安心して任せられる管理業者の特徴とか、ここをポイントで見た方がいいというものって何かございますか。はい、賃貸で貸し出すということはですね、さまざまな問題が発生することが予想されるんですね、はい、例えば設備の不具合による水漏れだったりとか、まあ、家賃の滞納だとか延滞だとか、もう上げればキリがないほど毎日のようにそういった出来事っていうのは起きてるんですね、はい、でこれを自分で仕事をしながら対処していこうとなると、ものすごいやはり知識とか労力、時間とか費用ですね、そうですね、はい、こういったものがかかってきてしまうんです、うん、
それをまあやっていくのは非常に難しいと思いますので、はい、まあ、賃貸管理会社の方を窓口にしておけば、まあ、日常生活に支障をきたすことはなく、対応できるんじゃないかなというふうに思います。ストレスなくその部屋を貸せるということですよね。はい。そしてこのシエソンもうまかったさんがこの家賃などはどのように設定すればよいでしょうかとおっしゃってるんですが、この家賃の相場とかはどのように設定されるものなんでしょうか。そうですね、賃料っていうのはやはりその物件の状況だったりとか、あとはそのエリアの特性だったりとか、はい、まあ、そういった相場といったものに基づいて決めていくことになると思うんですけれども、はい、やっぱりその業者に賃料設定を依頼するっていうことは、そのエリアの特徴を十分理解してますし、はい、まあ、家賃が高すぎてなかなか決まらないとか、まあ、家賃が低すぎて損しちゃったよとか、そういったことを防ぐためにもやはりそういった金利状況をきちんと把握している業者に賃料査定していただくことの方がよろしいかなというふうに思います。なるほど、はい、ついでの話するとね、はい、じゃあ4年間限定だよ、ね、家賃は安くしてあげるよっていう普通の契約書を立てするじゃん、はい、とね、賃料っていうのは安ければ安いほど立ち抜きは難しいってこと。あ、住みやすいからということですか。同じ条件で、ね、はい、物件を探さないと立ち抜きに応じないよってなってくると、通常8万円で貸せるものが4万円でじゃあ友達に貸しました、はい、でこの人と揉めましたね、4万円の家賃で、じゃあ他の物件を探してくれれば出てやるよってなると難しいわけでしょ。なるほど、そうですね、そんなことばっかりだからそうなんです、ね、世の中安くしすぎても次の時困ってしまうだから適正賃料が一番正しい。なるほど、それもやっぱりその専門家の業者さんに設定してもらうのが一番安心ということですね。そう思いますね。なるほど、はい、ここが知りたい不動産では、不動産に関する質問をお寄せくださった方の中から抽選で10名様に倉橋さんの著書をプレゼントしています。倉橋さん、今回はどちらの著書でしょうか。はい、今日はね、はい、うちの元社員なんだけど今うちの加盟店にね行っちゃった熊切くんと一緒に書いた、はい、助けて熊さん賃貸トラブルそこマニュアル、はい、かわいいですこれねトラブルのこといっぱい書いてあるから、はい、ぜひねこれを参考にしてもらえばいいんじゃないかなと思います。なるほど、はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。 CF ネッツでは倉橋さんをはじめ不動産コンサルタントによる個別相談を行っています。不動産に関すること、住宅から資産活用、相続対策まで幅広く対応いたします。まずはお気軽にご相談ください。次回も皆様の質問にお答えしていきます。それではまたお会いしましょう。この番組は豊かな未来のコンサルティング CF ネッツの提供でお送りしました。ここが知りたい不動産は FM 横浜、TVK、神奈川新聞とも連動しています。合わせてご覧ください。空室対策ワンスケー。賃貸住宅経営は様々なトラブルを抱えています。だからこそ CF ネッツコールセンターでございます。全てをワンストップで解決できる不動産コンサルタント会社 CF ネッツにお任せください。賃貸契約手続きからリフォーム工事、その他トラブルなど全てをワンストップで解決いたします。空室対策、満室経営に関するご相談は CF ネッツまでお気軽にお問い合わせください。